渡辺優太は日本の男子バスケットボール選手。香川県木田郡三木町出身。ポジションは SF。メンフィスグリーズリーズとツーウェイ契約を結び日本人二人目の NBA 選手となった。2020から21シーズンからトロントラプターズに所属している。ポジションはスモールフォワードまたはパワーフォワード。神奈川県横浜市に生まれ4歳の時に 香川県北郡三木町へ移住。小学1年時に三木スポーツ少年団で本格的にバスケットボールを始める。高松市立れ中学校2年生児の2009年3月に香川県選抜チームのメンバーとして第22回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会に出場。2010年4月人生学園高等学校に進学。1年児よりスターターとして 全国大会に出場し、全国高等学校バスケットボール選抜優勝。大会では2011年及び2012年の2年連続で準優勝し、大会ベスト5に選出されている。ジョージ・ワシントン大在学時高校卒業後の進路については2012年春までにはアメリカ留学を決意。周囲には反対の声もあったが、同年夏には NBA 経験のある タブセユータもアメリカ行きを後押し、家族もタブセの言葉を信じてアメリカ留学が決定した。2013年3月に高校を卒業した後、9月からコネチカット州のセントトーマスモアスクールに通い、NCWA 一部の大学への入学を目指した。スクールでプレイした2013から14、レギュラーシーズンは1試合平均13得点、6リバウンドを記録。 ナショナルプレップチャンピオンシップ準優勝に貢献し、オールファーストチームに選出された。シーズン中の2014年2月、NCWA 一部のジョージ・ワシントン大学へ進学することが決定。日本生まれの選手が NCWA 愛の大学でプレーするのは渡辺で5人目。2014年11月14日、グランブリング終立対戦で NCWA デビューを果たし、 20分間の出場で8得点7リバウンド1ブロックを記録。年末にハワイで行われたダイヤモンドヘッドクラシックの決勝では逆転スリーポイントなど10得点4リバウンドの活躍で全米ランク11位のウィチタダイを破っての優勝に貢献した。2015年3月7日、レギュラーシーズン最終戦のマサチューセッツ対戦でシーズン杯の21得点を挙げた。 シーズン中、頭角を表すにつれ注目度が高まり、ワシントンポスト、ニューヨークタイムズなどのメディアに、渡辺の特集記事が掲載された。チームは NCWA トーナメントには進出できなかったが、3月17日に開幕したナショナルインビテーショントーナメントに出場し、1回戦で ACC に属する強豪校のピッツバーグ大に対し、 33年ぶりとなる歴史的勝利を収める。2回戦でテンプル大に敗れ、1年目のシーズンが終了した。シーズン35試合に出場し、平均7.4得点、3.5リバウンド。大学2年の2015から16シーズンも主力として試合に出場し、対戦相手校のエース級とマッチアップする場面もあった。 レギュラーシーズン最終戦のデビッドソン対戦で、キャリアハイの22得点。ジョージ・ワシントン大は、NCWA トーナメントには進出できなかったが、ネットで優勝した。決勝のバルパライソ対戦での渡辺の成績は33分出場、6得点、4リバウンド、4ブロック。シーズン38試合に出場し、8.4得点、4.0リバウンド、1.4アシスト、 1.1ブロック。8月、ジョージ・ワシントン大学の一員として、日本代表や琉球ゴールデン・キングスとの親善試合に出場した。大学3年目の2016から17シーズンは、序盤にふくらはぎを負傷し7試合欠場したが、主力として常に相手チームのエースとのマッチアップを担った。NCWA トーナメントには出場できなかったが、 A-10 カンファレンスのオールディフェンシブチームに選出された。大学最終年の2017から18シーズンは、ジョージ・ワシントン大の3人のキャプテンのうちの1人に就任した。12月のモーガン州大、テンプル大との2試合で、平均21.5得点、6.5リバウンド、3.5スティール、2.5ブロックをマークし、A-10 カンファレンスのプレイヤーオブザ・ウィークを受賞した。 2月7日のラサール対戦で自己最多を更新する29得点。大学最後のホームゲーム2月28日のフォーダム対戦でさらに自己最多を更新する31得点を記録した。チームのエースとして得点、リバウンド、ブロック数はチーム1位で A-10 カンファレンス最高クラスのにウェイプレイヤーと評された。A-10 カンファレンスのディフェンシブプレイヤーオブザイヤーを ジョージ・ワシントン大の選手として初めて受賞。また、オールディフェンシブチーム及びオールサードチームにも選出された。メンフィス・グリーズリーズ2020年2月のワシントン・ウィザーズ戦は八村塁と日本人同士の対決となった。大学卒業後、ブルックリン・ネッツの一員として NBA サマーリーグに参加し、試合平均で24分出場。 9.4得点4.2リバウンド、1.6ブロックを記録した。サマーリーグ後の2018年7月20日、メンフィスグリーズリーズと 2way 契約と参加の G リーグチームの両方に所属する契約を結んだ。10月5日のアトランタホークス戦で NBA プレシーズンゲームに初出場。翌10月6日のインディアナペーサーズ戦では3、9途中から出場し、 91から94の残り7秒で同点となるクラッチ3ポイントシュートを決めた。このクラッチプレイはこの日のトップにプレイとして紹介された。オーバータイムになっても渡辺は勢いを維持し1対3からのレイアップに貴重な追加点となるエルボーからのジャンプシュートを決めた。渡辺のダンクとスリーポイントは NBA 公式が選出した。 プレシーズンゲームの新人ベストプレイに選出された。2018から19シーズン開幕後の10月27日、チーム5試合目のフェニックスサンズ戦で、初めて NBA 出場選手登録されると、4球で途中出場し、2得点にリバウンドを記録。田臥優太以来14年ぶり2人目となる、日本人、NBA プレイヤーとなった。 通算10試合目の出場となった2019年2月7日のオクラホマシティサンダー戦では自己最長の26分46秒プレーし自己最多かつ日本人初の10得点を記録した4月5日のダラスマーベリックス戦で公式戦で日本人初のダンクを決めたこのシーズンは NBA では15試合で平均11.6分に出場し 2.6得点2.1リバウンド0.5アシストなどを記録した。NBA と並行して開催された NBA ゲータレードリーグのメンフィスハッスルでは33試合で平均33.9分に出場し14.1得点7.2リバウンド2.6アシスト0.9スティール1.1ブロックを記録した。オフシーズンにはエンゼルスタジアムに 大谷翔平の応援に駆けつけ、地元テレビ局から取材を受け身につけた、大谷翔平の顔写真シャツを披露した。2019から20シーズン、サマーリーグでは4試合に出場し、平均14.8得点、7.3リバウンド。出場中にふくらはぎを痛め、日本代表での活動も控えていたため、大事を取って、以降の試合は欠場した。シーズン開幕後は、 G リーグのメンフィスハッスルでは40得点を記録するなどエースとして活躍し、G リーグのコーチや GM の投票で決定する2019から20ミッドシーズンオール NBAG リーグチームに選出された。22試合出場で平均17.2得点、5.7リバウンドをマークし、フィールドゴール成功率は前シーズンを約10%上回る54.2%をマークした。 一方 NBA では自身と同じポジションに、ジャレン・ジャクソン・ジュニア、ブランドン・クラーク、ジョシュ・ジャクソンら有望な若手が多く、渡辺は第4級の勝敗が決した場面での出場が主となった。その後3月に新型コロナウイルスの影響でシーズンが中断。7月末に再開されたシーズンでは2試合の出場に止まり、チームもプレーオフ出場を逃した。このシーズンは、 最終的に NBA で前年を上回る18試合に出場したが、プレイタイムは前年から半減した。一方で、フィールドゴール成功率や3ポイント成功率は前年より上昇した。オフに FA となった。トロントラプターズ2020から21シーズンは、2020年11月26日にトロントラプターズのトレーニングキャンプに招待され、12月1日に、 ラプターズとエキシビット10契約を結んだ。プレシーズンゲームは3試合に出場し、1試合平均9.9分、フィールドゴール成功率57.1%で4.7得点、3.3リバウンド、1.0アシストを記録し、12月20日にラプターズと 2way 契約を結んだことが正式発表された。渡辺は当初キャンプに参加した全二十選手中、 最も立場が下の無保証の契約だったが、開幕ロースターに残った。シーズン開幕後は G リーグのラプターズ905でプレーしながら NBA でも最大50試合に出場できる。2021年1月1日、開幕3戦目のニューヨークニックス戦でラプターズの選手として NBA 公式戦に初出場した。その後も積極的に起用され、 主にディフェンスでチームに貢献。1月29日のサクラメントキングス戦では接戦となった第4球12分間フル出場を含む24分間の出場で NBA でのキャリアハイを更新する12得点を記録。その他にも6リバウンド、2アシスト、2スティールを記録した。3月4日のデトロイトピストンズ戦で NBA で初となる先発出場を果たした。 4月16日のオーランドマジック戦では、キャリアハイを更新する21得点を記録。NBA で20得点を超えたのは自身初であった。そしてこれらの活躍が認められ、4月19日にラプターズと正式契約を結んだ。2019年日本代表2メートルを超える、身長ながら、カットインや 3P シュートなどのアウトサイドのプレーも得意とするオールラウンダー。 ディフェンス力も高く相手チームのエースとのマッチアップを多く任されている。日本のバスケットボール界では2メートル長の長身で、アルトインサイドなどの中でセンターを任されることが多いが、アメリカの大学では 3P シューターとしてのフォワードとして起用する大きな違いがある。ジョージ・ワシントン内コーチのマイク・ロナーガンはガードのボールハンドリングと正確なシューティング力、 フォワードの運動能力と高さを合わせ持ち、いくつものポジションをこなせる汎用性の高い、オールラウンドプレイヤーだと評している。アメリカバスケットボール関係者の中には、トニー・クーコッチのような選手という評価もある。田臥優太は渡辺について、クーコッチより、スピーディな感じがする、スピードが武器と評している。リッチモンド大学のコーチは1の3の1のトップを、務める渡辺のディフェンスについて、 腕が長く運動能力の高い選手がパスを邪魔しに来るためすごい威圧感があるとリッチモンドタイムズディスパッチに答えている。オールラウンド性についてはトロントラプターズの HC ニックナースにも認識されていてナースは渡辺をオフェンスを動かし続けることができディフェンス力とチームコンセプトの理解度が高いユーティリティタイプの選手と評価している。ありがとうございます。